花桃自体はですね、花木の中では結構手間のかかる品目の一つだと思うんですよね。ですので、肥料管理は、肥料管理ももちろんなんですけども、特に防除、虫とか病気の対策を中心に、畑の管理ですね、その時とその年によってやっぱりその発生度合いが違うものですから、それを適時適所で、はい、行っているような形になってます。出荷方法はですね、基本的には冬に収穫して、需要がやっぱりも花桃の場合は3月3日のひな祭り需要っていうのが主体になってくるもんですから、でそれに合わせて温室で咲かせるっていうような作業が主体になってきますね。花桃の場合はですね、特に矢口桃なんですけども、矢口桃、僕たちが矢口桃に何でこだわってるかっていうのは、いろんな種類の桃がある中でやっぱり色が濃くて花が大きくて八重咲きで豪華に見えるっていうところなんですよね。でその分やっぱりちょっと不利な面もあって、例えばちょっと開花しにくいであったりとか、世話が大変だとか、そういうところがあるんですね。でその中でやっぱりお客さんに喜んでもらおうというふうに思うのであれば、もちろん矢口桃の中でしっかり花が咲いてお客さんのところで喜んでもらえるようなものを作ろうというふうに考えて今やっておりますね。はい、お客さんに喜んでもらう、お客さんのお手元に行った時にしっかり咲く花、はい、それをやっぱり目標にやってます。やっぱりそのところでやっぱりよく咲いたよ、綺麗だったよっていう風な声いただけるのはすごい嬉しいもんですから、そうしたらやっぱりそれが僕らの次の年に向かう糧になる、それがやっぱり嬉しいですね。そこが目標であるかも分かりません。商品届けてお客さんに喜んでもらえるものを作る、それをしっかりお手元に届けるっていうのがすごい大事やなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うちの場合でしたら、昔は牡蠣とか作っとったんですけども、もうバッサリ切って、いろいろ桜とか花に植え替えたということで、もう大体30年ぐらいですかね。祖父の代からやってた、はい。特に京桜、手間はそんなにかからないんですけども、ただしやっぱり貝殻虫とかそのような病気つきますので、年に 2回ほどは消毒したりしてます。除草剤や草刈り機使いながら、はい。出荷する年の初夏には、そして十分に花芽をつけたから、冬とかそれから春に出荷します。十分な花芽がつくように、何もしないと葉っぱの芽、いわゆる葉芽って我々言いませんけども、それが増えてしまいますので、その辺でいろいろ作業で花芽をつくようにはしてます。特に桜は日本の春を象徴する桜です。生け花はもちろんですけども、いろんな場面で使っていただけると思いますので、短い枝から長い枝、そういうのもいろいろ使ってもらいながら、皆さんに、利用鑑賞してもらいたいです。高野牧自体はですね、もうやっぱりこの辺の歴史的なところに関わってくるんで、やっぱりこの紀伊半島にある高野山
でそこで真言宗ができた時からやっぱり近辺では作られてたはずなんですよね。花としてですね流通させれるようになったのは、まあうちが主力として真剣にやりだしたのは2000年ぐらいだったと思います。高山木自体は植え付けからすごく成長まで生木っていうか収穫できるまで時間がかかって、だいたい平均15年から20年って言われてるんですよね。でまあ15年経つまでは基本的にはやっぱり草刈りであったり植え替えであったりとか、そういう成長させるための、作業、使う道具はまあ基本的には人力で木に登るっていうような、はしごをかけて木に登る、そういう作業が主体になるので、そういう専門のはしご、林業で使うようなはしごですね、そういうものを使います。畑で収穫するものは自然のものなので、例えばボリュームのあるものもあれば細いものもあったり、もう様々なんですよ。でそれがその出荷時期でばらつきがないように、そこの基準を明確にして出荷するように気をつけてますね。高山木は成長に時間のかかる植物であって、非常に手間もかかるんで、まあその分リスクも高い、自然災害に遭う可能性も高いので、その辺を踏まえてですね、こういう思いで世話をして生産者が作ってるんだよっていうのをちょっとね、もし分かっていただければ本当に嬉しいかなっていうふうに思ってます。私のおじいさんが近所から株をもらってきて、それを細かく割って植えたっていうのが始まりで、もう60年、70年以上は経っている。そうですね、消毒から草刈りから肥料やりとか施肥ですね、そんな作業ですね。一年消毒は夏が主に出荷しますので、それまでの間に3回ほど、まあそれ過ぎてからも一度消毒されて、年に5回ぐらい、いろんな薬剤でやります。そうですね、まず虫ですよね。まあシャクトリムシ、これにやられますと、もう新芽とか葉っぱがもう全て食われてしまいます。これは一番の大敵ですね。そしてあとはもう草刈りとか、作業しやすいような形でありますね。鹿とかの害ですよね。ですから我々の地域がもう囲ってないと、もう絶対に作物は育てられません。うちにも全部柵で囲ってます。一番よく売れるのがっていうか、需要があるのがお盆前です。ですのでそれに合わせて、1ヶ月ぐらい前から収穫していってます。どんな花もそうか分かりませんけども、特に朝鮮巻は先がもう命なんです。先がちょっと擦れて、しまったりとかになりますと、商品価値になりませんので、とにかく先が大事に折れないように、傷つかないように、丁寧に丁寧に扱っていくと、そういうようなことは、特にこだわっています。アセビっていうのはもともと何百年前からあるんだろうと私は確信してます。だいたい標高、だいたい200から300、400メーターぐらいのとこに生息している同期類の、一種なんです。で私が自分とこの山で出荷させていただくようになったのはだいたい2年ほど前ぐらいから、成長期がかなり長くかかるもんで、10年15年かかってしまう。標高が高いところにありまして、
まあ、足元が悪い、1日に取れる量っていうのが、まあ、1キロ2キロそれを収穫したアセビをね、持ち出してくるっていうのが一番大変なことなのかなって作業場で、そして、まあ、枯葉とか、そういうなのに気をつけない使いながら60センチ、80センチ、1メーター、1メーター20、やってるっていうのが実情ですね。そうですね、やはり奈良県のアセビっていうのはやっぱり葉の光沢、そして、まあね、葉の色、ボリューム感がやっぱりものすごく喜ばれているっていうのがありますね。私が始めたのがだと40年ほど前、それまでは桃と梅と植えてあったんですよ。それを伐採して、で私が花が好きやから花に切り替えたんですよ。6時半頃に起きて、もう時期に7時には畑行ってます。少しずつ切って、そうじゃないと暑かったらしおれますんで、まあ、すぐに水につけますけど、で葉っぱをみんな取らなあかんから、カンダクラ、カンダクラの場合はね、でカンダクラはもう畑でちらほら咲き出したら切りに行きます。それでカンダクラはこれからやったら今年にくいからどうでしょう。そうですね、10月の終わり頃にはちらほら咲くんですけどね。で棒状はね、はい、あの粉貝殻がつきよいんですよ、はいはいはい、だからそれであの消毒をします。あまり背を高くしないで、で花芽をしっかりとつかすような作業をしますね。花芽をたくさんついてるように管理した結果、やっぱり買っていただく方にもたくさん花がついて見栄えがいいなっていうような感じですね。どんな花に対してもやっぱりこれがいいなと思うようなものがあれば植えていきたいなとは思ってますけど、まだこれから植えたいなとは思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。三州は説によると弘法大師さんが中国から持って帰ったと、そういう花としてやなしに薬として、はい、で昔中華戦後までは花よりも実を薬種として取ってましたわ。切り花としても出荷、実から逆に花に変わって、ほんで花男種いう大きめのね品種に変わっていったいうのも変わってきてはおります。除草だけ、ほんでこれもある程度年に 1,2 回草刈りする程度で十分です。正月明けから出荷になります。ほんで、まあ、最近は12月の末から温室入れて、それから1月のもう初めから出荷、約3月まで、順次出荷をしております、はい、一番多いのはやっぱり1月ですか、はい、花付きのいいもんで、まあ、主には花で、これ早春から、出荷はやってます。主にいけばなっていうんですか、昔から の,
生け花の方が量は多いと思います。ただ最近はアレンジとかに使う場合どうしてもねちょっと綺麗に筋の通った門は、そういう生け花、それから花付きがお臭で筋が通ってなくても花がたくさんついてる門についてはアレンジとか、そういうような感じで出荷はやってますし、逆に市場によってそれを振り分けしているというのが現状ですね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。収穫が、お正月前で12月やからね、収穫終わってからはしばらくないよね、何も。ちょっと肥料やるぐらいかな。やって、ほんでちょっと芽出た頃に害虫に虫にねやられんように芽出た頃次に1回ないし2回ぐらいは消毒してますね。4月ぐらいから毎月やな、毎月で寒冷じゃ火に焼けらんようにするのは7月ぐらいに寒冷じゃして、ちょっと汚れてるなと思ったらみんなきれいに拭いてね、ほとんど分別や ね、 別ですね。一番きれいなものとちょっと悪いの厳しいですか。そうなんですよ、基準がねあれなので、より分けにすっごい時間がかかります。熊田さんは周りに白いところが入るんですけど、その部分が標高のが高い分、朝と昼 の、 その気温差が大きいので、風がうちは比較的きれいに入っていると思います。はい、で日照酒ののは昔からみんなきれいにできてるっていうことは聞いてます。いいものを自分で出してきたもんやから、やっぱりそれは守りたいよね。信用やからね。で最近は何ですか、プラスチックで作ったそういうのを代替に使ってはる、お正月前ねよく見るんですけど、やっぱりね私も見たんですけど、やっぱり違います、本物とは。だからやっぱり本物使ってほしいなって、お正月ぐらいは、そういう思いはあります。